どうもマサロですつい先ほど日本時間の早朝サムスンのイベントギャラクシーアンパックドが開催され、えー、もう噂されていた通り最新のスマートフォン Galaxy S23 シリーズこちらが発表されました厳密に言いますとこの新しいスマートフォンだけではなくノートパソコンも販売され、えー、発売発表されましたが サムスのノートパソコンは国内では発売されることがありませんので今回の動画では発表されたスマートンギャラクシー S23 これに絞ってご紹介したいと思いますもう既に今画面に表示している通り国内向けの公式サイトの方にも今回発表されたモデルが掲載されており国内で発売されるというのもほぼ確実と言えます今回は3つのモデルが発表されました モモデデルルごごとにどういいったモデルなのかご紹介していきます今回発表されたモデルにつきましてはこの3つです Galaxy S23Ultra それから Galaxy S2323Plus この3つが発表となりました3つのモデルにつきましてご紹介しますが何といっても一番注目度が高くそしてこのチャンネルをご覧の方の中では もうう一番買う方が多いいいではないかと思います最上位モデルの Galaxy S23 Ultra このモデルからご紹介したいと思います細かいスペックをご紹介する前にデザインからご紹介しますとデザインはこんな感じ特徴的なのはカメラ部分ですこれまではカメラ部分全てのレンズが1つのユニットの中に収められていた構造でしたが今回はそうではなく 独立して一つ一つのカメラがついているという感じになります。ですのでよりデザインもスッキリとして本来この辺に段差がカメラ部分カメラのレンズ部分とユニット部分の段差合計2つありホコリがたまりやすかったというところありますが今回の最新モデルではこういった段差も最小限に抑えられておりホコリもたまりにくくまた前体的にも目新しいデザインとなったことで。 かなりり印象が変わりましたそしてこちらもう昨年のモデルから採用されていますが Galaxy S シリーズではありますがこの最上位のウルトラのみ S ペンが対応となりますですのでメモを取るのはもちろんのことイラストを描くあるいはマスルが使っていて意外と便利だったのが写真編集です細かいタ立ちなどもスマホ向けのアプリでもかなりできますがそういった時に指を使うよりも ペンを使った方が圧倒的にレタッチしやすく、写真編集用としてもこのペンはあるととても便利でしたので引き続きその便利な操作ができるということになりますそしてその他の特徴としましてはあ何といってもカメラ性能です毎回この Galaxy S のウルトラシリーズというのはカメラ性能が最も優れたモデルとなっていて 最新の iPhone と比較しても高い解像度だったりあるいは手ブレ補正の効きやすさそういった特徴があるとにかくハイエンドなカメラを搭載してきましたが今回はそういった基本スペックが高いだけではなく初となるこちら 200MP いわゆる2億画素のセンサーを搭載していますこの 200MP というカメラは過去にも 昨年末国内で販売されたシャ a ミ m のスマートフォンのように実は今回が初採用というわけではないんですがセンサー自体は今回初採用となる新しいセンサーが搭載されていますですのでこれまで販売されていた2億画素のセンサーと比べても高いスペックが期待できますなお常にこの2億画素で写真などを撮影するかというとそうではなくて 通常使用時は1200万画素になりますその他高画質で写真を撮りたいという場合は手動で5000万画素そして MAX の2億画素それに切り替えて使うことができますですので2億画素になってしまいますとどうしても写真1枚のファイルサイズがかなり大きくなってしまいますがちゃんと通常時は 1200万画素で使うことになりますので、たくさん写真を撮ったからといって、ストレージは圧迫してしまうという心配はありませんので、その点は心配はいりません。とにかく使いたい時だけ切り替えることができるという便利な仕様となっています。あともうこちらに全てのカメラのスペックが出ていますので、もう紹介しておきますと、インカメラの方は1200万画素、パンチョールタイブのカメラになります。あと、こちらは、 超広角カメラ1200万画素そして先ほどご紹介したあ広角カメラになりますが2億画素のセンサーそれから1000万画素の望遠カメラそしてもう一つ1000万画素の望遠カメラがついていてこちらこの部分薄っぺらいカメラがついていますがこれが3倍の望遠カメラそして下に付いているう飛び出したカメラこれが10倍の望遠カメラとなります ですのでカメラ倍率としましてはこの二億画素のメインセンサーを倍率1とした場合超広角カメラが0.6倍,望遠,が倍あ望遠カメラ1つ目が3倍そして一番上の望遠カメラが10倍こういった構成となっていますここに1つカメラが余分についていますがこのカメラは直接撮影に使うというわけではなく 基本的に主に撮影に使われるのはこの4つのカメラ広角、超広角望遠が2つという構成になります。カメラの機能としましては Galaxy シ,シリーズの中では最も望遠撮影が強いのがこのウルトラモデルということでありますがそれ以外にも暗所撮影、暗い場所での撮影これも快適に行えます。 専用のナイトポートレートモードなども搭載されており、暗い場所ではありますが、背景をぼかすという機能、こういったナイトモードで背景をぼかすという機能も搭載しています。あとは、単に写真が撮れるだけでなく、暗い場所におきましても動画撮影も快適に行えるということで、もう iPhone がこういった暗視撮影の性能を上げる前から、 このサムソンの Galaxy S シリーズは高い暗視撮影の動画性能を持っていましたのでこの辺は今回の最新モデルかなり期待できます特に暗い場所暗い外で撮影するというのはもちろんですがあまり照明が取れない屋内屋内のレストランとかそういったところで動画撮影をするという場合においてもこういった暗視撮影の強いモデルというのは役に立ちます あとはこちら、アストロハイパーラプスという機能が搭載されました。星空をアート作品のように、これに星が奇跡を描くような感じで撮影するという機能で、これはもうすでにミラーレス一眼、あるいは一眼レフなどには搭載されている機能ではありましたが、これがスマホで行えるようになります。これもおそらく今回のモデルが、これまで その他のメーカーも含め販売してきたモデルの中でも基本機能としてこれを載せてきたというのはこのサムスンのギャラクシーシリーズ S23 シリーズこれが初採用と思われますあとはこのウルトラモデルのみ高画素2億画素での撮影が可能一例としてこちら広角カメラで撮影したこの画像当倍まで拡大しますとこんな感じでこのサボテン一つ一つのトゲトゲまでちゃんと写っている ここまで改造するというのがこのニュークラスのセンサーを搭載しているならではの魅力といいます。その他多重露出といって、まあ、こちらは後から加工して何かアート作品を作るというのではなくて、まあ、露出を調整して重ね合わせるように調整することによってもうスマホの中でこれね作品が作れるという機能。 これも使い方によっては面白い機能となるかと思いますではここからは細かいスペックにつきましてご紹介しますスペックに関しましてはこの S23Ultra まずはこちらからご紹介しますがその他のやや下のモデル S2323 Plus それにつきましてもご紹介しておきます サムスンが公式に発表しているこちらのパンフレットの画像をもとにご紹介します。まずは最上位の Galaxy S23 Ultra、こちらからご紹介します。搭載されている CP は Quellcom の Snapdragon8 Gen2 For Galaxy となります。この通常の Gen2 と For Galaxy、何が違うかと言いますと、この Galaxy 用の Snapdragon8 Gen2 の方が クロックシ波ア数がわずかではありますがアップしていますですのでもう既にベンチマークの結果などがリークされていますが一般的な GEN2 と比較してもこの g e n 2 for g a l a x y の方がより高いベンチマークのスコアが出ていますその辺もやはりカスタム設計されたあスナップガイド GEN2 が使われているならではの特徴と言いますそしてメモリそれからストレージにつきましてはいくつかの組み合わせがあります 最小構成は 8GB、ROM が 256GB、最大は RAM の方が 12GB で ROM1TB モデル、これも用意されます。ですので、Android でもたくさんのデータを保存したいという方なら、この 1TB モデル、こちらが用意されていますので、たくさんのデータが保存されて保存したい方、そちらがお勧めですが、 国内モデルにこの 1TB モデルが発売される可能性はやや低い気もしますので国内で発売されるモデルにたくさんデータを保存したければまた別の方法を考えなければいけませんディスピイにつきましては引き続き6.8インチの有 q ユディスペイで解像度は 3088×1440 ドットとなりますソニーの Xperia 1シリーズなどはもうすでに 4K のディスプレイを搭載していますがこちらは 4K までは搭載せず無難なこちらの解像度を搭載しています画面のリフレッシュレートにつきましては簡易リフレッシュレートに対応しており 1Hz から 120Hz まで対応となりますですのでゲームなど動きの速いことをやるときそのときは 120Hz で使えばいいですしあとは動きがあまりないとき その時は1列まで速度を落とすことによって効率的にバッテリー駆動時間を伸ばすことができる省電力機能が搭載されています。とにかくハイスペックなモデルということで、これから2023年スペックが高いモデルを購入しようと思っている方ならば特にお勧めのモデルです。あと、こちら、ペンが対応しているということは冒頭でお伝えした通りですが、今回から こんな感じ。こちらが本体の下の方になりますが、この下の方にペンを差し込んで本体に収納できるようになりました。ですので、ね、より以前のギャラクシーノートのようなスタイルで運用することができます。従来機種につきましては、とりあえずペンに対応したというだけで、ペンをどのように収納するかということはきちんと考えられておらず、専用のケースにペンを入れるとか、そういった方法で解決していましたが、今回はそんなことも心配なく、 直接本体にペンを差し込んで収納できますので Galaxy ノートもう23年前のものをお使いの方の場合ちょうどこのモデルが買い替え対象としてベストなのではないかと思いますそして今回はその他のモデルも発表されていますそれがこちら無印の Galaxy S23 それから一回りディスプレイサイズが大きくなった Galaxy S23 Plus このモデルが今回発表となりました 特徴としましてはカメラが3つになったというところでレンズの構成としては広広角、角、超広角3倍のの望遠レンズ、この構成となっています。ですので最上位のウルクラに搭載されていました10倍の望遠レンズが搭載されていないという特徴はあるもののまあ一番実用的なカメラ構成 iPhone のプロモデルと同じようなカメラ構成となっています。 その他のスペックにつきましては CP はやはり同じく q u a l c o m のスナップ g ゴン 8Gen2 が搭載されますまたその Gen2 につきましてもやはりサムスンの Galaxy シリーズに最適された 4Galaxy a いカスタムチップが搭載されており一般的なチップよりもクロック周波数が高く処理性能が高いモデルになっています ですので、一番上のウルトラモデル同様、この S23 も23プラスもとてもハイスペックなのが特徴です。ちょうどこちらに各モデルのスペックを比較できるサイトがありましたので、このサイトを見ながらご紹介していきたいと思います。もう先に Galaxy S23 Ultra、このスペックはご紹介しましたが、またこちらも見ながら全体の中でどう,いう位置づけなのか、その辺説明していきます。一番 左側が Galaxy S23 Ultra。中央が S23 Plus。一番右側が S20、S23。この構成となります。もうボディサイズもかなり違うのがわかるかと思います。一番今風のというか、あーよく使い慣れているサイズはこの S23 Plus。これがおそらく今お持ちのスマートフォンとほぼ同じぐらいのサイズになります。それ回り、一回り大きいのが S23 Ultra。 そして一回り小さいのが S23 ということで S23 はコンパクトやハイスペックなモデルそういう製品となっていますスペックにつきましてはディスプレイサイズが6.8インチ6.6インチ6.1インチということになります解像度は 3880×1440 ドットこれがウルトラそしてその他のモデルは 2340×1080 ドットということで こちらの6.6インチのモデルも6.1インチのモデルもこれも実は解像とは一緒ですそしてディスプレイのリフレレシュテートにつきましてはウルトラのみ 1Hz から 120Hz まで簡易するのに対しその他のモデルは 48Hz から 120Hz こういった違いがありますですのであまり動きの速いコンテンツを画面に表示しない時などは 1Hz 駆動ができる S23Ultra の方があ全体の消費電力も抑えられバッテリーも長持ちするということになります。本体のサイズとしてはウルトラが縦 163mm 幅 78mm、23Pro が縦 157mm 幅 76mm、23が縦 146mm 幅 70.9mm ということで、まあ、実は今世の中に販売されている 6インチ台のスマートフォン。だ体こんぐらいのサイズですが、実はこのモデル S23 は6.1インチでありながら、このコンパクトなボディにディスプレイを搭載しているということになります。いかに驚愕くうちのディスプレイを搭載しているのかというのが、この6.1インチでこのサイズというところを見ても、なんとなく想像がつくかと思います。ストレージにつきましては、ウルトラモデルのみ 1TB を用意しています。 その他のモデルは MAX512GB で S23 のみ最下位の構成として 128GB モデルも用意されておりよりたくさんの人に買ってもらうためのモデルということでこの辺はコスパをなるべく優先したモデルと言えますカメラも2億画素のセンサーを搭載しているウルトラそれがウルトラは10倍の望遠カメラも搭載していますがそれが特殊なだけでその他のカメラ S23 プラスとか23はどちらも同じ3つのカメラを背面側に搭載しています1200万ガスの超広角カメラ5000万ガスの広角カメラ1000万ガスの望遠カメラこの構成となりますですのでウルトラモデルでは一番ガス数が多かったのが2億ガスのセンサーを搭載していましたが S23 とか S23 は5000万ガスがマックスということになります。あれですので、4分の1近い解像度には落ちてしまいますが、まあ、ふ使うときに2億ガスで撮影するという方はほとんどいませんので、実際の解像感というのはそこまで変わらないかと思います。バッテリーにつきましては、やはりサイズが大きい S23 ウルトラは最も容量が多く、5000mAh。続いて S23 Plus で、 4 7 0 0 m a、ah、ア。最後は S23 で300、3 9 0 0 m a、ah、ア。ボディサイズに応じてバッテリー容量も、ボディが大きくなればなるほど容量は増えていくという感じになります。あと CP につきましても、基本的に C は同じ、スナップオーコン8 Gen2 で 4Galaxy、これが搭載されます。 その他は特に細かいスペックリストで省略しますが、唯一この3つのモデルの中で S ペンに対応しているのが S23 ウルトラ、ウルトラモデルのみの特徴となります。ですので、これまで噂段階ではどうなるのかよくわからなかったストレージ容量など、今回初めて公式に発表されましたので、購入する際の参考になるかと思います。 やはりたくさんのデータを保存したければ 1TB を選択できる Galaxy S23Ultra これがお買い得と言えますが繰り返しになりますが国内でこの 1TB モデルが発売される証は全くありませんのでもしかしたら 1TB が欲しければ海外まで並行輸入品などを買わなければいけないということになりそうですということでいかがだったでしょうか 今回は国内の公式サイトにも掲載されましたサムソンの Galaxy S シリーズ S23 Ultra、S23 Plus、それから S23 これがついにサムソンから正式に発表されました発表会は先ほど日本時間早朝行われましたのでリアルタイムで視聴したという方は少ないかと思いますが単にスマートフォンを発表するだけではなくノートパソコンも発表したり いいとと面白い発表会となっていました。実はまさル個人的には今回発表されたノートパソコン薄型ではありますがちゃんと g p も搭載されているスペックが高く携帯もできるモデルということでそちら個人的には欲しいと思っているんですがノート PC につきましては国内で発売される可能性極めて低いため今回は諦めなければいけないかもしれません。 ただし今回海外モデルではありますが発表されたスマートフォンの価格は発表されましたのでこの辺かなり参考になるかと思いますスペックが高いけれど価格が高すぎる iPhone のような感じになってしまいますとなかなか手が出せないというところはありますがこちら最上位モデルの Galaxy S23 裏これでも1199ドルから購入できるとなっています まあ日本円にして12 15万円ぐらいということになりますので決して安くはありませんが、まあ、最近の市場の動向半導体不足であったりいろいろな状況を考慮しますと15万円が最安モデルといっても、まあ仕方ないのかなという気はしますただしもしペンが必要ないという方10倍カメラが必要ないという方は実はこの S23 このモデルはかなりお買い得です 799ドルで購入できますので、まあ、10万円を余裕できる価格で購入できる最新のモデルということでスペック型が入っているれどなるべくお手頃な価格で購入したいという方そういう方はこの S23 このモデルがあることによって最新の Galaxy シリーズが買いやすくなっていますなお今回は海外での発表となりました国内では例年の流れから言いますとドコモ au などから販売されることになりますがそれがいつになるのかというのは今回は発表はありませんでしたおそらくは発売されるとすならば2023年春モデルそれから発売されるということになりますのでまあ1ヶ月というと早すぎますが2ヶ月3ヶ月待っておくと国内モデルも発売されますのでそのタイミングで購入するのがいいかと思いますし今回はサムスンのフラグシップモデルということで かなり国内モデルの価格も高騰しているかと思いますのでまだ発売まで時間がありますので今のうちにお金を貯め始めるというのもいいかと思います今後もドコモとか EU とかそういったところから今回発表されました Galaxy S23 シリーズありましたら国内モデルの価格はどうなのかそして国内で発売されるモデルのスペックはどうなのかあその辺につきましてもまた最新の動画としてご紹介していきたいと思います その辺の最新情報が気になる方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。